おお、恋人岬ずっと行けるんだ。おお、ああ、終着点の駐車場。よかった、駐車場代無料で。Google マップで確認しますね。佐渡島がここにあって、ここ。カモメガ花、恋人岬は別名なんでしょうかね。マリアン、出会ってくれてありがとう。愛してるよ。あ、これ二人で一緒に書いてるんですね。はっはー。ちょっと鐘でも鳴らしてみますか。今下の方にね、多分カップルが一組いらっしゃるんで、変なことしてて僕がそこにちょっとね、パッと出くわしたらやばいですから、今から僕もそっちに行くよということで、ちょっと鐘を鳴らしたいと思います。なんで恋人岬って言うんですかね。あ、新潟の柏崎市とアメリカグアムの恋人岬。あ、そうそう、グアムにも恋人岬あったんですよ。この石碑は柏崎市の恋人岬とグアム島にもね、恋人岬ってあるんですよ。僕ちょうど行ったことありますけど。ということ、そこが相互の発展をしていくために姉妹提携としてこう調印されたものの駆者ですね。じゃあ俺はグアムもここの恋人岬も2つ制覇しちゃったってことになるんだ。すっげえな俺、一人で来る恋人岬。なんで恋人岬っていうんだろう。あ、羨ましい限りのハートのマークが。あ、あそこもそうですね。幸福駅も一緒ですね。あ、カップルかと思ったら違いましたね。まあカップルはカップルですけど、釣りをされてますね。あの真ん中の中央のちょっと左側に尖った島の横のちょっと真ん中のちっちゃい部分で釣りをされてますね。ああ、よかったよかった。変なことされてなくて。ああ、もう僕、ここにね、いらっしゃるのかと思って。声がね、あんなに遠く離れてるけど、すぐ近くに聞こえたんですよ。だから、てっきり、ね、なんか、こう、いい感じなのかなとか思いましたけど、そうではなかったんですね。ああ、よかったよかった。はい。で、この右側に見えるのはですね、正面に見えるのは、そう、能登半島でございまーす。全国つつうらうら5時の鐘の音が聞こえてきました。鐘か、5時の音楽ですね。あっちの方から聞こえますよ。なんかここはですね、あの福浦海岸っていうのかな、そこを一望できる景勝地だそうです。正面に滝が見えるそうなんですけど、ちょっとどこに滝があるかわからない。で、あの、なんで恋人岬って呼ばれるかというとですね、なんか詳しくは書いてないからわかんないんですけど、おみつ五作の悲しい恋の物語のモデルとなったところだそうですね。そのうちね、なんかその長い歳月を経て、この地区が、この岬が恋人岬っていう風に、呼ばれるようになったそうですよ。まあこのね、素敵な景色を見るならば、2人で見てたらそれはなんかこうやっぱ雰囲気もいいし、 ロマンチックな気持ちになるし、そのお互いそう大して好きでもなくてもね、まあ、ちょっとだけ気になってたなと、いいなとか思ってたらさ、この夕日を見てらさ、お互いに引き合わないわけがありませんよ。それぐらい綺麗で。恋人岬さん、お邪魔しました。日本海側ではね、あの西側に海が開けているので、いろんな場所で綺麗な夕日を見ることができます。太古の昔からね、今まで、そしてこれからも、日本海側のカップルの人たちはこういう夕日をね、見る機会が多く、その中で愛のお話をしたりとか、二人の仲をこう縮めていったりとかする恋愛感が、もしかしたら文化としてあるのかもしれませんね。この見える景色、赤く染まる夕日、そして赤く染まった恋心というものを、より情熱的な愛の形として成長させて、そして育んでいかれるのが、あの日本海側の、愛の形なのかもしれません。はい、柏崎市のより中心部に
近いところに来たものと思われます。かっぱ寿司ってね、よく見かけるんですよ。なんか聞いたことあるね。やっぱ全国結構有名なんでしょうね、かっぱ寿司。1回くらい行ってみたいと思いますよ。ここ右、まあ右も左もそうなんでしょうけど、駅前通りらしいですよ。ああ、なるほどなるほど。日本海側によくあるアーケード街ですね。やっぱ雪が多いから、そんな大きいアーケード街はね、作れないんでしょう。おお、すげえ、ちょうどよ。あ、なんか少年たちがいますね。まあいいじゃん。なるほど。まあせっかくなのでここにしましょう。写真撮れるかな。ここはですね、柏崎のどういったところなんでしょうか。なんかトラックがいっぱい止まってて、泉ナンバー、うん、なんだ、なんかあって、イベントかなんかあってんのかな。春日部、堺、あー、なんかイベントやってるんですよ。何は奈良、あー、関西のね、車がいっぱい来てます。なんだろう、敵屋さん、なんかお祭りかな、有名なお祭りかなんかあるのかな。宇都宮、なんだろう、全く見当がつかない。なんかここもなんかイベントの車、イベント用の車がいっぱい止まってますよ。八戸ナンバー、長野ナンバー、宇都宮、ね、焼きそば系、焼き物系のイベントがなんかやってんのかな。どう見ても敵屋さん系のトラックですもんね、これ。なんかね、エマンイチって書いてありました。エマンイチ。違った。エンマイチですね。エンマイチ。エンマイチ。看板にも書いてあるけど、花火で有名な町らしくて、どうもここらしいと。詳しいことは分かりませんが、まあ今日はここに来るのはちょっと眠かったんでね、10分ぐらい途中で寝ました。柏崎からここまで30分が走ってる間に睡魔が襲ってきたんで、あの路肩にちょっと止めてね、あのパーキングがあったんでそこで寝ました。おお、なんか車いっぱい止まってるね。はい、時刻は12時をちょっと回っ
って10分ぐらい過ぎたところかと思います。道の駅長岡に到着して、まあ寝る準備もできたっていったところですね。花火で有名な町らしく、長岡の花火大会で有名なところじゃないでしょうか。 YouTube で、見て、感動させられた覚えがあります。なんかね、京都の長岡っていうところかな、長岡京っていうところかなというイメージあったんですけど、確か新潟、ここですよね。この道の駅には花火ミュージアムも併設されてあるので、まあ、明日朝起きて時間があれば花火ミュージアムも見学できたらいいなと思ってます。では本日はちょっと寝ぼけた声での締めになりますが、ご視聴ありがとうございました。また見たいと思うんだったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではおやすみなさーい。